東京で外国人向けの少人数食べ歩きツアーを始めました。ウェブサイトは作ったんですが、あまり集客ができません。どうやって宣伝したりとか。それは何が面白いの？その外国人向けのサイトですでにそのこういう店美味しいよっていっぱいあると思うんですけど、そのそれと比べてあなたのサイトはどう違うの？なんかすごくマニアックでその人の紹介じゃないといけない店とかならいいと思うんですよ。例えばそのすき家橋二郎とかって基本予約取らないといけないので、外国人がなんかそのミシュランで有名なすき家橋二郎で食べたいって言ってもまあ食べれないんですよ。でもそのあなたと一緒に行くと食べれるとか、そういう具体的なメリットがあるんだったらいいと思うんですけど、そのメリットは何でしょう？